マルコと銀河流。腹減った。マルコ、腹減った。腹減りまくる。会議しよう、会議。はい。現在地は地球。ゴールドコードという街なり。この石、危ないから捨てた方がいいんじゃないかと思う人。うん。売った方がいいと思う人。ブヒ。美味しく調理した方がいいと思う人。ブヒ。はい。捨てた方がいいと思う人。オッケー。わかった。とりあえず金にするか飯にするとこまでは付き合う感じで。めげずに出品。で、赤番されてる。手詰まりだ。腹減りと眠気が同時に来た時は、いつも悲しい気持ちになるなぁ。昔はさ、練習がきつくてさ、その度に腹減ってたんだけど、練習終わると、コロッケ食って帰ってさ、そいつだけが楽しみだったんすわ。コロッケ、うまいぞ。こんな風にまっすぐ続いた道でさ、こんな風に、それ、運指が違うから次もミスる。ほら、ミスった。あっちゃん。ま、この道を覚えてる？レッスンで嫌な気持ちで褒めてもらえない人かもさ。おかんは曲のこととかわかんなくても、うまいコロッケ買ってくれて、50円くらいでめっちゃ安いっすけど、めっちゃうまいんすよ。いやあれ食いてぇ。おかんは？おかんとかどうでもよくて、コロッケ食いてぇっすわ。だって頭もげてるし顔わかんねえし。でもコロッケはさ、顔わかんじゃん。うん、コロッケわかる。非常食。悪い。今すぐコロッケになってくれ。ブヒッ。グヘヘヘヘヘヘヘ。コロッケ、コロッケ。ブヒッ、ブヒッ。ヘヘヘヘヘ。ここで揚げ物になるんだよ、非常食。ブヒッ、ブヒッ。小麦粉ないって。ブヒッ。油もないって。ブヒッ、ブヒッ。なんて。これだ。うま。間違いない。こいつだ。この味だ。うま。よし。非常食も食う？ブヒ！食った食った。いい店したな。また利用する。それはいかんな。きっと捕まる。しょうがね。見るだけにしとこう。うまいぞ。ブヒ。仕方ないわね。一個あげるわ。試食みたいなものだから。もし気に入ったら、ね。わーい。あざっす。ただ、ラッキー。うまー。はん。はん。ごっ。うんめー。うんめー。ブヒー。いいおばさんだったな。もう一口食べる。よし、じゃあこの半分を 33% に分割して。できるかな、できるかな。おー、どうした？腹減ったんか。うん、やる。え、
お宮にやる。いいの？うん。ひもじいと悲しくなるしな。ありがとうお姉ちゃん。きっとうめえよ。どんな飯よりもさ。もったいない。あっちゃん、しゃーない。あの子はまだガキンチョだし。さーて、探すか。そもそもそのために来たんだ、この星に。私だけの宝見つけてみせる。たとえ頭がなくてもさ。あれ、どうした？ない、ない、宝の地図がない。食べた。食べねえっすよ。うわー、やられたか。いや、でもあんなの欲しがるやつなんていないし。石は？うわ、あると。写真は？マルコがポケットに入れるとこまで見た。ブヒ。そうっすよな、ジャケットのポケットに。ブッホ！安っ！マルコと銀河竜！